東京都北区で11日未明アパート火災があり、1人が死亡、2人が意識不明の重体となりました。11日午前3時半ごろ、北区赤羽西の木造2階建てアパートで火事があり、1階と2階の合わせておよそ100平方メートルを焼きました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住人とみられる男性4人が病院に搬送され、うち1人が死亡、2人が意識不明の重体です。1階の一室の燃え方が激しいということで、警察は身元の確認を進めるとともに出火原因を調べています。